マドリッドの歴史が始まった9世紀当時のアラブ城壁の一部が今も王宮そばに残っています。マドリッドの歴史に沿って残された遺跡が現在では規定される象徴的な場所となります。太陽の門ポエルタデルソルはマドリッドで最も有名な場所となります。ここがスペインの放射状道路0キロ地点となり、頭上の時計が元旦0時の鐘を鳴らします。マドリッドで有名な待ち合わせ場所はカルメン通りにある町のシンボル、クマと山桃の木の像の周辺となります。もう一つの象徴としてカルロス三世の騎馬像があります。スペイン帝国を立て直そうと試みたカルロス三世の統治の歴史がこの台座に記され、このすべてを読むには騎馬像を13周しなくてはいけないという伝説があります。観光スポットの一つとなるマジョール広場は15世紀に改装され、現在では文化行事などが開かれています。歴史に沿って3度の火災に遭い、現在まで何度も修復されたマヨール広場では牛追い祭りや信仰の儀式、また市民行事が行われていました。この広場で最初に建設されたカサデラ・パナデリアは、現在では神話人物が描かれた壁画を飾る観光インフォメーションセンターとして利用されています。ポリティコ式の長方形で3階建ての建物に囲まれた広場となります。広場にある9つの門で最も有名なアルコデロスクチュジェロスは広場の南東の角に位置します。建物の下のアーケード沿いには数々のレストランが並び、テラスを設けています。1860年から毎年12月には盛大なクリスマス市が行われ、また毎週日曜日と祭日には切手や古銭が並ぶ市場が開かれています。レティーロ公園はラ・カサ・デ・カンポと同じく町のオアシスとなり、